じゃあこんにちは。さあ改めて大谷翔平選手が、はい、ドジャースに決まったということで、よかったな。よかったですね。まあ、先週、まあ、日曜日ですかね、はい、この日曜日の朝方に入ってきて、この一報が、まあ、ユニフォームがね、はい、まあ、似合いそうだし、似合う、またその動画みたいな、はい、ドジャースに入ったっていう、なんかこうそれもバズってるみたいやし、はい、もうなんか大歓迎だね、ロサンゼルスは。まあそりゃそうやろな。そうですよね、うん、で17番を背番号をつけていた選手の奥さんが17番を翔平大谷選手にあげようと。いやもうその動画も出てる。そうなんです。ユニフォーム投げてるじゃんもうすごいです、ね、そしたら本人も出てきてお前何やってんだよみたいな、まあ、そんな動画も出てるというね。フィーバーやっぱりすごいですし、まあすごいな、はい、もちろん日本でも連日大谷選手の話題が、はい、まあ、聞こえない日はないぐらいなんですけれども、はい、やっぱり一番驚いたのがその金額ですよね。2015年、まあ何をつけたらいいかっていうね、はい、どういうふうに考えたらいいのかっていう、まあ夢のある、はい、まあ、金額ではあることは確かだよね、うん、ただ後払いなんですよね。後払い、まあこれはなんかね、後払いっていうのは、うん、大谷に用意してたお金を、まあ、海外の銀行に預けると金利がいいんだよね。ああ、そう、そういう会がありますね。そうそうそう、うんうん、そしたら、まあ、俺の計算では年間70億ぐらい、まあ、まともに預けたらよ、はい、金利がつくんだよね。まあ、ドジャース側がってことですね。そうそうそう、残り払う分を先に預けとけば利子だけで、そうそうそう、うん、そしたら10年経ったら700億になってるわけよ。だ700億になってるっていうことは、はい、まあ、実質300億を払えばあとは金利で払えるというね。そういうのも、まあ、それは分かんないけど、はい、でもそういうやり方はやるだろうなっていう、お金の回し方とすればね。そうですよね。なんかそういうふうにするんじゃないかなっていうような気はするけどね。なるほどね、うん、そうすると、ね、実質的にその金額をね、払わずに利子だけで、うん、ただ大谷は大谷で、それだけ 払うことに対しての、まあ、球団のリスクも考えてて、はい、補強費、そうですね、ね、うん、がかかるだろうから、うん、そっちに回してくれて、後でいいよって、うん、俺のお金はって、はい、だからお金じゃないんだよもうな。まあそうだと思います、大谷選手は、まあ、お金は払ってくれるだろうけどもさ、はい、お金でどうのこうのじゃないんだよ、うん、やっぱりこの言葉を聞くと優勝したいんだなという。本当そうですね。まあ、そうだね。その補強費をドジャースが使えるようになって、はいはい、もう山本に、あ、そうアタックアタック。これすごいよな。いやすごいですよ。これダブル取りも可能性はゼロじゃない。いや、ダブル取りっていうよりももう日本人全部もう持ってってくれみたいな。今永投手とか。まあそれはもうそしたら。日本の放映権っていうのはどのぐらいになるのかなっていうね。なんかもうそれ出てましたけど、日本の放映権プラスグッズだけで年間72億ぐらい球団側には入ってくるみたいな記事は出てたので、あ、まあでも72億払ったとし入ってきたとしても、はい、大谷の年俸には追いつかんもんな。まあそうですね。ただこれってあの後払いなので、まあまあそうだな、年的には大谷選手がもらう額っていうのは、あ、まあ3億ぐらいでしょ3億ぐらいでいいですよみたいな。わ、まあ、そんな感じだよね。でもまあ、あったからってもうそのビル建てるわけじゃないし、大谷ビル、大谷ビル建てるわけじゃないし、いやだからなんていうの、まあ後でいいよみたいな、ね、うん、だって大谷選手その年俸が例えばそのぐらいあったとしても洋服代とかもうそれはもう全部スポンサーが用意するから、いや買いに行かなくていいんですね。買いに行かないと届いちゃうもんね。領収書とかいらないですもんね。全くいらないんだよ。サプリメント代とか、もうそれはもうどうぞ飲んでくださいみたいなこれはいいですよみたいな。実質何にお金かかるんですか大谷選手って。税金じゃない、税金のみ、税金のみ、ぐらいだよね。他じゃ使うとこないですもんね。まあ食費はね、うん、そのこの肉を食べてくださいなんか持ってきたって言って食べれないでしょ、なんか怖くて、まあ、怖くてっていうか、まあなんか入ってたら困るしさ、怖いし、あと、いや本当毒味するやつがいるよなエジプト時代ですか、なんかロマ王皇帝とか、まあ、だからね、もういただいたもの、例えばなんかね誰かにお配りしたりとか、実家になんか食べてって言って送ったりするのかもしれないですし、それはなんかいつも乗る車あれに乗ってみたいなって言ったら、うん、え、大谷が乗るのみたいな、
いやそれだったら持っていけ持っていけ持っていけみたいな。いいな。そんな感じだと思うよ。でワンちゃん飼い始めたじゃないですか。ワンちゃん贅沢な犬になっちゃったな。今あのワンちゃん日本でもうブリーダーさんとこゼロになっちゃったらしいですよ。売れちゃって。はい。そんな影響力があるの。はい。でもワンちゃんのお金と言ってもね、そんな若々しくはないでしょうし。そうだな。はい。って考え、俺あの T シャツかなんか作ってさ、はい、送って、うん、来てください、おめでとうみたいな、うん、ぜひみたいな、うん、一回来てくれたら、うん、バカ売れするかも。でいっぱい同じこと考えてる方いるでしょうね。まあそりゃそうだな、はい。まあ、あと大谷選手の今話題になってるのが、じゃあ1015億円を違うものに換算したら一体何個買えるんだろうとか、はいはい、それが話題になってるんですけど、あの高級車ポルシェ、はい、このポルシェのこれ 911ST、 この値段が約4100万円なんですが、こちらを2475台買うことがまず可能、はい。まあ、いらないよね。いやそんな換算するのがおかしいよ。あとあの牛丼チェーン吉野家の並盛、こちら税込み468円なんですけれども、これ年間になんと2168万個買うことができる。いやもう、え、その1000いくらで。そうです、年間に2168万個、吉野家の並牛丼年間、はい、年に。だから次の年も同じ個数買えます、ずっと。あ、それはそうということですよね。 あとは大谷選手の、ま、時給が皆さんありますけれども、あ、時給じゃなくて、秒給ですね。1秒間約322円を稼いでることになる。322円、はい、1秒間に、1秒間にです。300円、はい、1秒、ただ1秒です。いやでも時給に換算すると100万でしょ、100万超えるんでしょ。そうです。いやだから本当にあの東京の一等地の銀座のパーキングより高いですよね、大谷。はい。まあ駐車場も高いからな。今な高いですよ。あ、それよりも高い。あとですね、やっぱ国民的なお菓子うまい棒、あれ1本12円なんですけれども、こちらは年間に8億4583万本購入可能ということで、これもうね、食べても減らないうまい棒、口の中パサパサになって。いや、利子があったら増えていく。増えていく、どんどん追いついていけないよね。はい。でこれを、総額で見ると日本の国民1人当たり66本配ってもうまい棒をお釣りが来るということで、嬉しいですね。配ってみたらいいけど、ね、そう、配ってみたっていうのいいかもしれない。大谷選手から来ましたみたいなね。嬉しいですね。うまい棒がみたいな、はあ、全国に嬉しいですけど、まあコロナの時マスクが届いたけどね。あ、そうですね、うん、ちっちゃすぎるよね。あ、うちの父親入らなかった。顔がニコって笑ったら肉が出ちゃうもん。そうなんです。最終的にはやってなかったというね、本人もどういうことだったんだろうってね。後になってみたらそうですよ ね、まあ、ね。ただうまい棒はね、これだけ1人66本いただける大谷選手から、はいはい、まあ、いただけないですけれども、そりゃそうだよ。もうもらっても嬉しくはないけどね。そう、食べとっとくでしょうね。食べたら美味しいけどね、たまに食べるとね。うまい棒はね、そうですけどね、はい。いやー、でもまあね、来シーズンはドジャースのユニフォームを着てということになりますけれども、はい、もうすでに来シーズンの開幕が3月20日韓国でドジャースはいるんですけれども、どうやらチケットすごいらしいです。日本からも韓国に皆さんファンが行くということで。いや、そりゃそうやろ、はい、近いからね、より。そうですよね。なんでマスコミも行くので、どうやらチケット、大谷が行くのかね。おそらく行くんじゃないでしょうかね、やっぱりそれはもう多分その近辺はホテルいっぱい、チケットも映画も取れないってなっちゃうので。そうか、今からか。もう今からです、もう3月20日って決まってるので。あ、そうでした。あ、しかもパドレスだそうです。ダルビッシュ投手率いる。ダルビッシュ対戦。あら、投げるかね、ダルが。ダルビッシュ投手と大谷投手の投げ、まあ、投げ合いはなりませんね、大谷投手はバッティングだけなので。いや、もう来年1年は絶対投げないから、ね、ですよね。だからバッターとして、まあそうだな、 DH でな、胸熱ですよ。行きますか、豊さん。行ってみたいね。行ってみたいですよね。インタビューしてきたらいいな。あ、それ、いや最高やな。大谷に選手とダルビッシュ投手に並んでな、2人で。いや、もうちょっとどうします。いや、すごいと思うよ。すごい金額の2人に挟まれるんですよね。
まあお金じゃないから、それね、人の命なんてね、金額では換算できないしね。まあそうですね。うん、だから命ほど遠い遠いものはないし、はい、うん。だから金額で決めるっていうのは良くない、あなた。今さら金額の話。まあ、そりゃそうだ、ね。そうですね。まあだけど、はい、なんていうのかな、まあプレッシャーとかね、うん、まあ確かにこうかかってくるとは思うけども、はい。なんかやっぱ大谷には優勝してほしいな。純粋にそこですね。まあそうだな、うん、まああれだけの能力があって、で一つ一つなんかこう夢があって叶えていきたいっていうことを言っていてね、はい、で WBC でもやっぱ絶対優勝したいって言ってて、やっぱもう両投で大活躍をして、はい、やっぱ残されるって言ったら何かっていうとさ、まあ個人的なものに関してはやっぱ最多勝とかサイヤング賞とか、はい、まあいろいろあるかもわからないけども、やっぱワールドシリーズというね、そこですよね。まあそこをやっぱ勝ち得るというさ、ことでやっぱチームも移籍したしね。はい。だからぜひまあそういう姿をね、うん、まあ見たいなっていうふうには思うけどね。そうですね。うん、まあでも当分ずっとあれですね、大谷選手のドジャースフィーバーは止まりそうにないですね。我々の頃さ、はい、ドジャースって言ったらものすごいやっぱり人気球団だったんだよ、はい、まあ今でもそうなのかもわからないけども、日本が初めてそのメジャーを意識しながらやった、はい、でまあ野茂が行った、うん、その前からドジャースっていうのはなんかすごく日本でもなんか馴染みのある球団になってて、うん、まあ LA の帽子や、はい、あのスタジャン、ドジャースブルーの、はい、スタジャンとかもうみんな来てたんだよ。またそれが再現されるのかなっていうような、そうですね、まあそんな感じがするよね。なんか時代がもう一回また来たみたいな。そうやな、だからマイケル・ジャクソンがさ、はい、あのスリラーの衣装、はい、あれが街中で何人かいるというさ、いました、まあああいう状態で、はい、あのドジャースのスタジャンとか帽子とか、うん、まあかぶってる人が増えるのかなっていうふうには想像できるよね。なんかそうですね、楽しみです。まあ楽しみだな、はい、はい。